たまやーみんなでジェットコースター乗ったらこんな感じなのかな修学旅行だこのトモさんみたいなんだなんか今日のとこ派手ね。ここは旧正月や。そう、中国の旧正月だって。ああ、そうなんだ。あ、なるとこれ。なる。燃やしてやる。あ、ちゃ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 、なんだこれ。なんだこれ、バイオレンス。燃やしてやる。やばい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 、ドメスティックバイオレンスだこれ。家庭内なんだ。ドメスティックって家庭内って意味なの？うん、地元のっていうような意味ね。まあ、ある意味赤髪クラフトは地元のというか家庭内というのは正しい響きなのでは。国内旅行はドメスティックトラベルって言います。へえ。ソウルさんのドメスティックはどこですか？長野県でございます。長野県か。あちゃ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 。何持ってんの？それ何？え、ドラがあったんで鳴らしてたんですよあっち。嘘？鳴る？鳴りましたよ。まだ持っていけないの？本当はパンダがいる。おお、ドラじゃん。おお、有吉の壁が始まるときのしおりちゃんが鳴らすやつだ。あと、これ爆竹じゃない？あ、燃え、やれ、やれやれやれ。なんないか。うわ、本当だ。そっち花火？すごい。これこれ。うわー、すごい。これ待って、なんかアイクさん、アイクさん横にアイクさん、アイクさん横に、俺に当たってる。え、じゃあこの三角形もそうなんじゃない？鳥ちゃん、嘘。あ、ついた。うわわ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 、アイクさん。あ、そういう系のね。そういうことか、これ。アイクさん、ちゃんと召喚。これあ、ちゃんと燃えろ。うらー、燃えろ、うらー、うらー。楽しそうだね、なんか花火。毎回ソウルさんは楽しいことやってるときいないんだから。あー、すごい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 。たまやー、たーにゃー、すごい。いや、最近花火大会なんてやんねえからさ。うん、あ、この日はこのためにあったの？そう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 、俺が燃えてないか、それ。俺が燃えて、ヘッドショットなんだよな。青くな、青いで火を大きくするな。頭が飛び出したら面白いのに、ね、スポーンって。なんでそんなドメスティックバイオレンスなこと言うの？あ、ごめん、バステンさんに俺正体を送ってなかったか。あ、来て、あ、いるのか。もういますよ。今ね、パラグライダーやってたのに誰も気づいてくれなくて。嘘、わかんなかった。ジェットコースターみたいなのもあるから乗り口探してるんですよ。あ、この赤いレールあるけど、ほんとだ。そう、乗り口わからんくて。あ、でも確かにパラグライダー見つけちゃった。この上行けばそれっぽいな。これ乗りたいよね。よいしょ。ジェットコースターのスタート地点どこだろう？え、あの高いところ。あそこじゃない、あの観覧車の奥じゃない、右の。よし、あそこ駅みたいにやってる。あ、ほんとだ、観覧車のところ怪しい。じゃあこれで行けんのか。行って行って。よし、よいしょ。え、あ、落ちた、やべえ。あ、でも滑空はしてるよ、滑空。あー、出るんあれ。距離が出ない。あんな風に飛んでたんだ、気づかなかった、ずっと空見てたのに。あはは、人間コンテストの失敗した人みたいになっちゃった。いや、鳥人間コンテストといえばこっちに鳥人間がいるから。あー、よいしょよいしょ、うるせえな。なんなんだよ。アイクさんが乗ってる。トモさん、あ、ほんとだ、アイクさんが乗ってる。アイクさんがコイキングジェットコースターに乗ってる。お、水の中入った。滝の中を。行こう行こう行こう。じゃあ乗り口行ってアイクさん待ってようぜ。乗り口はどちら？いいですけど、今1時間待ちですよ、このジェットコースター。マジ？え、僕ファストパスあるんで。ああ、じゃあ右側の通路からどうぞ。あ、ありがとうございます。あれ、ロケロケ。ここに来たらみんなどうやって誰もらんやん。ここに行ったの？よいしょ、降りた。ソラさん、こっち。ソラさん、降りてきて。キュー、マンホールフラット。何みたいなある人。うわー、いつもおとなしい。どうした、アイクさん。楽しいです。アイクさん、ずいぶん楽しい。アイクさん、帰ってきた、あそこにいる。ジェットコースターすぐ乗ってよ、みんな。あ、一回転するとこあったんで。あ、これ、ボタン押したら止まんじゃないの？乗りそうだね。なるほどね、一回転するところは捕まってなきゃダメだ。うん。渡辺さんに捕まってよ。赤髪さんからお手紙ついた。白髪さんったら読まずに食べた。白髪だよね、それ。え、それじゃあ一応回しておいて。
13分か前から回してます。そんな回してんの。来た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 。あ、でもアイクさん乗ってなかったぞ。アイクさん、あの回転するところで落ちた。乗れ一周するところある。乗って。待って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 乗って乗って乗って、早く乗って早く乗って。嘘でしょ。あれ早く早く。あ、ボタン押さない限り発車しないわ。うん、じゃあ誰かボタン押さないといけない。待って待って。自分が押そう。うん、待ってる。アイクさん押した瞬間乗り乗る。バズデンさん、それ大丈夫ね。バズデンさん、まあ、ね、乗ってるっちゃ乗ってるからいいんじゃないですか。捕まってるに近いよね。提案すぐ。バズデンさん、はいよ。もう、あ、これディズニーキャストさんだったらバイ行ってらっしゃい。うまい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 。動いてない。え、いや、動いてるんじゃない。ガチャって言ったけどな。待ってたらいいんじゃない。来た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 。捕まってよ、ちゃんとみんな捕まって。やべえ、これみんなでジェットコースター乗ったらこんな感じなのかな。修学旅行だ。バッセンさん絶対それ捕まるよね。滝に突入だ。滝に突入とかすごい冷静だけど。わあ、すごいすごいすごい。引きずられてる引きずられてるよ、だるまが。頭がガリガリしてる。よ、すごい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 。うわあ、うわあ、なんか楽しい。これ楽しいね。実際のジェットコースターダメな人いますか。はい。あ、鳥ちゃんダメ。大好きです。俺大好き。いや、俺ふわっとするのはダメ。あ、そう、鳥ちゃんダメだわ。ペースマウンテンは大丈夫。あ、なるほどね。アイクさんはでも大丈夫です。あ、全然。鳥ちゃんだけ苦手なんだね。いや、俺トモさんと一緒にスペースマウンテン乗ったじゃないですか。そうだわ。そうだわそうだわ。だからホーンテッドマシュは無理なんよ。富士急のあれなんだっけ、富士山だっけ。うん、富士山。富士山、はい。あれ続けて2回乗ったよ。マジか。おお、すごい。それはすごい。富士急なんか乗るのねえわ、あそこ。めっちゃ最初おっかないけど。盛り上がってるところ悪いですが、富士急行ったことないんですけど。俺もない。はあ、うわ、花火花火花火。捕まってよ、ここ捕まって。ここ捕まって、うわ。もうカメラがどうなってるかわかんねえ。ね、ぐるっと回ります。うわー。ぐるっと回る。合ってる。みんな一緒じゃん。やばいやばいやばい。ぶら下がってる？あ、本当めちゃくちゃめちゃくちゃなことになってる。ぶら下がってるね。やべやべ。落としない。すごい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 。みんなめちゃくちゃなことになってる。終わった？終わったこれ。終わったね。終わったね。おぉ、アムゴール。ソーラさんが、エビスが。ソーラさん、俺の。やべやべ、ごめんごめんごめん、こうか。水の終わりよ。戻れない、戻れない。水。潜るな、これ。水ゾーン入ります。うわぁ。息吸って。それほどでもなかった。浅かった。ソーラさんがね、逆さまになったわ。ほんとだ。ソーラが逆さまになった。もう終わった。面白かった。いや、全然面白い、これ。なんでこっち来てんの。あれ席が違うな。違う。ぬるっと。よいしょ。どうしとバースデーさんはどうしたらいいの。あれ、いなくなった。死んだな。出発。旧正月は中国のイベント？中国って、古代の弓で小弓数えるから、それでずれるんですよ。今の小弓と。確か太陰暦でやるんで。太陽暦じゃなくて、だから旧正月。うん。誰？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 え、誰これ？うん。知らない人来た？誰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 ？え、誰これ？誰かいる。誰？え、怖い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 。宇宙服のなんか人が、あのさっきのジェットコースターのとこにいます。本当だ、いる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 。誰だお前？誰だ？ BNC 漁協さん。多分ノラが入ってきたのかな。うん。よっしゃ、ノラと一緒にやりたいと思います。エクストラステージ、新ステージ、フォレスト始めるぞ。本当に本当にノラやってやるぞ、ノラ。あれノラまた入ってきた。うんこ、背中にうんこのノラ入ってきた。すっげー顔。すごい顔だな。やばいぞ、これ。やばいよね、放送禁止だよね、うん、これはやばい。これあれじゃない？この銅像ここにペッてやるとなんか大きいんじゃない？どれ？ああ、ほら、の銅像？干支みたいになってるよ、これ。干支じゃね？ああ、中国から来たんだっけか、干支って。なるほどね。
ねえ、牛、トラ、ウー、タツミ、あ、俺ウサギの探してこよう。お、ほんとだ、ホーンってなったやん、鳥。なんかゴゴゴって、動いた？はまった？いや、なんかはまりましたね。そうですね、上に乗りました。なるほど、ウサギだー。あ、ドラゴンがあった。ドラミちゃん？ドラミちゃんの、ドラミちゃんって苦手なものあんの？ドラミちゃんかな？どうなんでしょうね。ドラミちゃん苦手なもの、伸びた。ギスギスドラえもん。ギスギスだな。だから来ないんだな、あんまり。そういうことか。牛発見。これが牛だよ。誰が猿だって？猿なの。アイクさん、アイクさんが今向かってるあの崖の上。提案。もうすっかりテヤングになっちゃいました。テヤングにはなってない。テヤンだよ。ジブやな。それを持ちながら？まさか持ちながら？グライダー片手で？おお、かっこいい。おいいね。アイクさん、アイクさん、アイクさんを助けろ。アイクさんこっちへ来るな。あー、そっちは話さないで。まったく手が焼けるんだから。提案は猿が落ちた。じゃあ今鶏と猿が取りに行きますから。誰が鳥だって。おお、超ショートカット。あ、これ技使えるな、使えるな、この技。いや、今のめっちゃまぐれっすよ多分。はい、じゃあいいですよ、鳥ちゃん。怒んのかな、てかそもそも。ポン。どうだ。おお、花火。すごい、実績解除した。十二支。十二支。やったー。俺出ないんですけど。中央が。後ろ。本当だ。せり上がった。入り口がないなと思ってたんだよ。すごい、すごい。どういう仕組みだったんだ。ね。お邪魔します。入りまーす。お邪魔しまーす。え、これスイッチじゃない？これ。大丈夫？あー、スイッチっぽくも見えるが、押してみる。押しそうになっちゃった。よいしょ。ダメか？違うか？こっち。あれ？なんだろう？何？またなんか別のものがあるのか、ここに。まあ、ろうそくが左右にあるっぽい？つけるのかな？火かな？なんかここにの、ここに置く、ある置くものがあるの。火？あ、火を。うん、火は怪しいかも。うん。火を左右の食材につけるとかは。ついた。あ、ついた。ほらほら、鳥ちゃん合ってるっぽいよ。つくんだ。うん。なんで熱い方を持つかね、バステンさんは。君、君、雪だぞ。あ、ほら、ほんとだ。いいよ。押していいよ。押します。はい。うん。おうち。こーん。うわ。あ、なんか降ってきた。弾が降ってきた。あ、なに、外で花火が上がってる？上がってんのかな？上がってる。あー、おこおこ、これ出てすぐだ。おお、すごーい。うわー、わー、すごいすごい。俺が世界の王だ。どういうこと？え、支配してるんで、これはみんな、あの下々の民が僕を称える花火です。バーン。トモさん万歳、トモさん万歳、万歳。おとーん。あれ、あ、打ち合わせに違うの。あれ本当は最後俺の顔だったんだけど、あの花火。よし、殺しとこう、後で。どこに持ってけばいいの？それはお土産だよ、ソラさん。あ、じゃあもらって帰っていい？そう、それは俺の命、王の命だから、それ俺の命。食べるわ。なんで大事に扱って。あげるわじゃないよ。じゃあ、あのジェットコースターの途中で降りてみる？アイクさん、めっちゃ空飛んでんじゃん。アイクさん、それでいけないの？あの上。めっちゃ飛べますね。高度上げられないの？なんでソラさんはできなかったの？下手だからよ。まったく。向きがあるんだ。そんなことないよ、ソラさん。多分ソラさんの体重が重かったからだよ。どういうこと言うな。まったく。まったくデリカシーがないんだから、本当に。ないよ。ごめんって、冗談。私、だいたいの、肥満恐怖症なのに。肥満恐怖症なの？うん。言ってるね。いや、見えてるよ、トリちゃん。そこが隠れてる。見えてますさっき乗ってた。あれ、いなくなったと思って、ふっと探しちゃった。現れたな。
さあ、じゃあジェットコースター行きますよ。あそこさ、渡れるかな、うん、うまいかよ、アイクさん。ここに乗ろうっていう、すごい、あ、上手。うまっ。よいしょ。クリさん乗れ、掴んで。おかしくない、ヒトボックス3人は。それどうなるの、グライダー。グライダーも一緒に。まずいまずいまずい、これはまずい。違うとこ掴む。あ、グライダーが。グライダー持ってた。グライダーが。なんか掴めてるから、これ掴めてるんじゃないか。途中で降りますからね、皆さん上がってったら。これよ、これ登り来たら左ですよ、これ登り来たら左よ。よし、もう手離しとこう。いや、危ないか。もうこれ手離すのちょっと危ないかもね。急だな、ここ。あの塊に乗るってこと。俺、そうだね。二つある小岩の左側に乗ろうとすればいいんじゃない。まあ、右側でもいいのか。ちょっとね、7人も乗ってるからね、頑張ってますね、声が。ガーちゃん重いんだよ。俺は重くねーって。リンゴ4個分。あ、そろそろ。降りたー、どこぞ、降りたぞ。うちらどうする、アイクさん。いけた、いけた。頑張って、横にも。ここ面白い。あ、待って、これジェットコースターのスイッチある。嘘。押すよ、多分ここに止まるんじゃないか、押せば全員。乗ってていいと思う、みんな。うん。押します、せーの。こっち。じゃあ、もう一回。頑張って。あれ、押してるんだけど。そこに一回止まるようになるのかな。そういうことかな。どうしよう、エクさん。どこにいんの、裏。裏。裏裏。あいちゃん落ちた、そこにいたのか。チャミンの足だけ見える。わしゃ。あ、ちょっと見えた。わしゃ。それ振り子で登る技もあるけど、まあちょっと難しいかもしれん、今習得すんのは。え、これ光の玉ここにはめんのかな。はめるとこあった。 はまる。あ、なんかなったかもしれん、これ。ちょっとどこどこ見るよ。最初のジェットコースターのスタート地点、うん、スイッチの色変わりました、うん、光の。あ、じゃあここと、あ、ほんとだ、鳥ちゃん、ここ開いた、ここの出口が、うん、ここ、じゃあ俺らゴリ押しで行ってたのかな。ゴリ押しですね。ここ開いた、ほら、はめたら、みんなが見える。普通にジェットコースター乗りゃいいの、そしたら。ですね。そしたらここ止まるんだ。そうなんだ。あ、ほんとだ。なんだ、ノーキンじゃん。ほんとよ。ノーキングダム。ノーキンだろ。段階があったんだ。そういうことね。じゃあ俺はアイクさんと一緒に太鼓鳴らして遊んでるよ。太鼓達にしようぜ、アイクさん。ドン。ちょっとアイクさんやめてよ。ここで裏切りのなしだからね、ここは。ここは裏切りなしだからね、アイクさん。まったく。やったれやったれ、アイクさん。おい、やるか、この太鼓の達人こと赤髪のともに。このバチトモさんみたいだな。確かに。ほんとだ。ほんとだ。これ安全がやばいな、このアトラクション。安全パーないもんね。危ないジェットコースター世の中にないよね。わかんないよ。カットだな、この発言。あ、確実にカットですね、今。カットですね。カットです。止まるよね、これ。不適切な発言をしました。よいしょ。もう到着しますよ。途中でギャラドスに進化して、そのまま上にピョーンっていかないかな。そして、やっぱ結局、あそこにやっぱ飛び移らなきゃいけない感じ。え、止まるんじゃない？思いますよ。スイッチの色変わってたし、こっち側の。止まれよ。あ、ドラゴンになった。おお、本当だ。止まれ。お、ドラゴンになったと思う。マジでギャラドスになったじゃん。バステンさん危ないね、それ。バステンさん、どうしてこうなった。バステンさん、これ捕まって、捕まって、バステンさん。ああ。なんで引っかかって。おかしいな。捕まって、ソロさん捕まって、太鼓の達人に。ありがとう。よし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 。じゃあバステンさんが来れるようにここ押しとくか。発射。ドラゴンに変身。来た来た来た、しっかりね。バステンさん、バステンさん、よ。バステンさん、しっかり。押すな、押すな、押すな。しっかり。俺らいらねえよ。オーケー。オーケー。まったく、手輪が焼けるぜ。あ、なぜもう。もう元気なかった。やべえ。捨てられる。お。三種の神器じゃない、これ。ついてる矢印。何なんだこれ。ここに入れる。上がんなくなっちゃった。そこになんか入れんのかな。壁紙に書いてありますね。壁紙に火をくべるってこと。ソロさん、ちょっとおどきになってください。これ、アイクさん、いけにえ。壁紙が火を、アイクさん、いけにえか。右側に、なんか書いてある。なぞなぞありますよ。尿意棒じゃない。あ、違うのか。カシンさん。入れてみる。
あ、鳥の王がいる。鳥の王。鳥の王。すいません。生贄使いま、はい、捕まえましたけど。あ、入れろ入れろ入れろ、焼け焼け焼け。最近ちょっと調子乗ってんだよ、こいつ。焼いてやってくれよ。え、ソラさん、壁紙に書いてない。アイクを入れると、傘入れとこう。なんか煙出たよ。煙出た。おぉ、すごいすごい。あ、なに、俺が傘入れたからか。傘やると、出てきたな。あ、出てきた出てきた。あ、出てきた。これパラグライダーってわけでもない。いいよ、それ全部作るか、それ。うん、入った。お、焼いてる焼いてる焼いてる。王の椅子の奪い合いが始まってるな。異国情された。出た出た出た、尿意棒が出た。尿意棒、ほんとだ。ほら、俺が王なんだよ。神、背中に神、はい、もっと神、あ、高い位置にいるから、もっと神、もっと神、高い位置にいれば神になるのねえ。はい、もっと神か。一番神だ、神ジャミンだ、これ神ジャミンだ。もっと神って何なの。あと何だよ、一体もっと神って。あとこの金色、あ、場所線、ラケット入れたからね。おぉ、場所戦。なんか実績書いてた。あ、ほんとだ。体調ロープ。え、これ持つと伸びるよ。尿意病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 。ほんとだ。持つと伸びる。え、じゃあ他のにもなんかあんの。え、じゃあそれかりんとうにさせば神様に会いに行ける。雨降ってない。ほんとだ。ほんとだ。雨乞いの儀式だったりするの、この旧正月の。あれ、そらさん飛んでない。え、飛んでるよ。軽いから、ソーラさん、ソーラさんが次の神になるために生贄に捧げられた。ありがとう、ソーラさん。すごい、飛べるんだ、これ。次の神になりました。わたわ。アレクさん、それさ、仰いだらさ、風が出る。これ持ったら雨降りますね。風が出んじゃないの。あ、これで雨が降るの。うん、今。尿意棒はきっとなんか使えるんだよ。持った。ちょっと時間経ったら、なんか雨降ってきましたね。ほんとだ。ほんとだ。スタッフとこないかな、これ。楽しい。ねえねえ、はちゃみさん飛びたい？飛びたい。飛んでごらんよ。はい、これをじゃあ持って帰ればいいの？おお何？ああ、次の神は神ちゃんになったか。君が神だったのか。持って帰る。おお。持って帰ったよ、ほら。よっしゃよっしゃ、3つ取った。三種の神器手に入れたけど、でも これで終わりような気がするな。これはどうするの？これを眺めてサムネ取って終わり。パシャ。はい、終わりました。今日はこれでおしまい？はい、お疲れさん。いや、違うんだって、まだやりたいステージ行ってないんだ。意外とやり込み要素あるんだな。うん。1時間遊んだね。